ムー、ひなたです。朝日です。はい、というわけで今回100万回再生いく企画はこちら。リメイクした服を古着屋で売ったらいくらで売れるのか対決。いや、何作るまず。俺はシャツ。ひなは何も決めてないんやけど、なんかジャンバーみたいな。もう秋来るから、やっぱ今服屋さんとか見たら夏服よりも秋服とかのが多くなってきてるから、やっぱり秋服の方が高く売れると思うよ。うん、それでジャンバー行く。ジャンバー行きます。でも軽めのね。軽めのジャンバーだから、なんか冬も着れるし、秋も着れるし、でもかつおしゃれパーカー。冬も着れるし秋も。冬着れるって相当あったかい感じやね。そうそうそう、だから見た目は冬、中身は秋みたいな。冬着られる。でもとりあえず服をリメイクして、まあとりあえずおしゃれなやつを作って、服を売ったらいくらになるのかっていう、これもマジでセンスの対決みたいなところになってきますよね。で、今回リメイクする服なんですけども、いらない服を何個かかき集めました。もう使わへんなとか、サイズ入れへんなっていうやつをかき集めたんで、まあこんな感じで、それをおしゃれにしようかと。これをもう切って縫っておしゃれにして、また次誰かが着れるように切って縫って履いて、そいでまた入れ担いで投げて投げ、あーこんなにもあるから。結構これとかいいやつやで。これやめんの？うん、これやめる。可愛いからこれやめ。でも俺これ使おうと思ってたんやな。あかんてもそれ。ちょーマジやお前。お前やることエグいって。じゃあ、でもこれ生地可愛い。ちょーエグいって。これ生地可愛いや。顔映ってないんだ。みーん、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 夏だね。それでは今からリメイク服作っていきたいと思います。どうぞ。めちゃめちゃ可愛いの作った、マジで。俺これ使いたい。ひなさ、ひなはこれを開ける式にしたいと思う。新しくない？このハイネックの羽織のやつ。新しくない？でも、たださんにさ、襟立ってるパーカーみたいな感じじゃない？じゃあまあ見とけって。ひなはマジでかっこいいの作ろうと思ってるんで。俺もこれベースにしようかなって。マジチョケなしでやるんで、もうここから全部早送りでやっていきたいと思います。どうしよう、俺の方が高く売れる自信あるんや。いやでもほんまちょっとさ、10万とかで売れたら気まずいよな。すいませんみたいな。でもなんか店員さんとかもさ、いえいえなんかここまでおしゃれにしていただいてるんで妥当な価格ですよとか言われちゃってしちゃって。あれみたいな工作してる気分じゃない。久々にお前がここ無駄に切ったから、みんなここ使うわ。いやほらちょっといい感じやろこれ絶対。みんなマジでおしゃれなの作っていいっすか。あ、マスタードみたいな。うっ、繋がった。あ、すごいすごいすごい。ちょっと着てみて。お、すごいすごいすごい。おしゃれやろ。お、いいやいいやいいや、ええやええやええや。まさかズボンとは思わへんわこれやろ、うん、こっからしかもおしゃれになっていいか見といて。ぬえたーたったからーなんか腕とかなんかハートにしたいな。はい、ハートできました。いやこれはいいよ。ここにハートの日焼けを作るためのおしゃれ。なんか才能しかない気がしてきた、マジで。イエー。うん、ガチで俺やばい。ちゃんと固定されして。すごいすごいすごい。すごい。の？この白と白とあれだけじゃなくて、これは売れる。やろ？この白とそのこのなんかワンパターンな感じで、このレモンパイナップルもちゃんとあって、うん、しかも固定されてて。なんかもうほんまいつ来たらいいって感じ、いつも来たいって感じはするよな。ほんまそれな。いや今回ガチでほんまにちょっと儲けようかなみたいなとこあって、なんか笑わせれへんからごめんなさい。今日はほんまにこんな真剣なサンサンブラザーズをお届けする羽目になってほんまに申し訳ない。本当に皆様どんな服が欲しいと思いますか。服をリメイクするということは自分の思うがままに着たい服を着る夢心地を味わえるものです。いいですね。その夢見心地を今体感している私たちは、そう、幸せ、はっはー、幸せ、はっはと終わったな。ディズニー終わったぜ。俺たちの努力の結晶、みんなに見せてやるよ。
一睡もしてないよ。ああ、俺たちは一睡もしてない。というわけで、リメイクの終了終了しました。じゃあまずはね、自分たちが作った作品を来て皆様に紹介したいと思います。はい、それではよろしくお願いいたします。スタート It's Showtime! というわけで完全に売れるやろこれちょっと待って、まずポイントを紹介しようか。これはシャツにズボンの裾を腕にして、でこれはポロシャツを切り抜いて、でズボンを切ってマントをつけて、カラフルな色合いで素晴らしい色合い、透明のアングルとかめっちゃ最高にいいやん。このマントがちゃんと肩から見えてる感じも、ほんでここに隠しオシャレがあって、このマントをチラッと上げるとね、この星型にこの切り抜かれてあるっていうエモさも兼ね備えています。まあ男たるものね、マントに憧れるのでね、いやめっちゃいいわ透明から見たら、ほんまに絶対売れる。まず分かるよね、これなんかもうこれバーカーの醍醐味、ジャンバーの醍醐味ですよね。ジャンバー要素ないや薄すぎ、こんな薄い。こっからこっから、あ、ね、うん、ここは最近ほらマスクポーチ、あマスク大事よね、うん、結構このジャンバーのタイトルはそのデザインも重視したけれども利便性をより重視しましたジャンバー。おお、うん、でこっちここもアルコールの入れるポケット、えこういうねひならが愛用してるパーフェクトガードっていうね、これめっちゃいいんですよ。これとかを入れていつでもアルコールできるって、素晴らしい。これなんなん、こうアルコールパーフェクトガードされました。えこれなんなん、これは電車とかで結構赤ちゃんがこっち見てきたりする時あるじゃないですか。そういう時にこうどうぞってやって、これ実はチャックになってて、開けれるから、ほら、ほんでも赤ちゃんは大喜び、カモメだよカモメだよって。まだありますよ、これ実はこのジャンバードリンクホルダーもついてます。これおここにドリンクも入れて、これね最後フード、ジャンバーといえばフード、これはズボンで作ったフードやから世界初のとこあるね出ました、世界初、世界に一つだけやしな。そう、どうフードかぶってみてめっちゃいいやん、猫耳みたいめっちゃおしゃれなんやけど、シャーマンヘッド、このおるやん、サメで、かわいい。それをイメージして作りました。よくね、結構めっちゃいいわ、それでももうね、これだけじゃちょっと物足りないと思ってもう一個作りました T シャツとこのシャツを組み合わせて普通に夏もいける。めっちゃいいやん、だいぶいい、片方しか襟ないんやけど、これ襟1個しかついてないのマジしてよ、いいやん、おしゃれ。足目っていう、そのシャツの足目、シャツの足目で、じゃあ今からね、服紹介したから、売りたくないんですけども、ほんまに売りたくないんだけど、うん、買い取ってくれるところを探していきたいと思います。お店探していきたいと思います。何でも買い取る古着って調べてんけど、価値おしゃれすぎやろ、マントはエモい、しかもここポケットあってさ、俺ね、ありがとうございます。そちらのお店って服とかも買い取りとかしてますか？はい、あ、服買い取り大丈夫ですよ。え、結構どんな状態とかでも大丈夫ですか？一応形サイズを求めていただければ大丈夫だと思います。はい、一応形サイズを求めていただければ大丈夫だと思います。はい、はい、今すぐ行きます。何でも買い取り、形保ってたらいいんやって俺らはもう条件クリア、うん、今からね、ひならの作った服がいくらで売れるのかっていうのを見に行きたいと思います。それでは売りに行きましょう。はい、着きました。ということでね、早速売りに行きたいと思います。イエイイエイ。絶対さ、結構マジでなんか今さ、マジでさ、なんか高く売れそう、なんかそのなんか今が売り時、査定ドン、本日インゴット値7266円って書いてるから、しかもその昨日と比べて50円プラスみたいな書いてるし、うん、なんかインゴット値が分からんけど来今来てる、なんか今結構売り時やらしいから結構いい。ちょっとマジ行ってくるわ、俺売りに、マジでちょっとじゃあ行ってきます。行ってらっしゃい、頑張ってね。すいません、ちょっとリメイク品なんですけど、ちょっと鑑定してもらったりできますか？ああ、了解しました。なんかブランドとかついてたりしますか？いや、ちょっとユニクロとか。ああ、ね、今、服広げられてましたね。大丈夫かな？何言われてんのやろ。広げられてる、広げられてる。やばい、やばい、やばい。店員さん笑ってる。
それはパーカーです。それはシャツです。この辺がね、もう全部で、え、あ、これ全部買い取ってくれるマスター。そんなピンボケすることある？帰ってきた何？ウレタさん、え、いや、ちょっと持ってくるわ。マジで、ちょっと早乗れ。ひなたとみんなに予想して。どの3着打ったやん。3着打ったね。で、レモンティーか、うん、実用性ジャンパーか、バケツハット、順番順位つけてて、うん、え、まあシンプルにマジの順位つけたら、まあ、朝日のやつ結構マジですごかったから、うん、朝日、ひなの予想な、うん、朝日が1位、バケツハット、ひな3位かな。おー、じゃあ皆さんも予想しましたか？予想しましたか？めっちゃマジ予想つかんわ。いい結果発表。いいよ。それでは結果発表。1円。ギャー3着で1円。3着で1円。いや、何時間もかけたやつが生地という換算にされて1円となりました。結果はオール1円。でもいいことあったよ。朝日の才能が開花しました。あの、見つけれた。何？え、糸通し。は？何それ？リメイクをするより普通に売りに行った方が高いということでした。はい、というわけで今日も動画最後まで見てくれてありがとうございました。グッバイ、シュウヘイでした。アサヒでした。めっちゃおもろない？やばい。